水曜日つぐまさが行くのコーナーです、はい、よろしくお願いしま す, お願いします。今日はですね、嬉野の話題なんですけれども、はい、嬉野というとお三方はどんなイメージがありますか。やっぱりお茶、お茶、お茶、ね、はい、温泉、温泉、うん、温泉、温泉、湯豆腐、湯豆 腐, 湯豆腐、ね、今違うんですよ。もちろんそれらもありますけども、今嬉野ね、忍者が来てるんですよ。忍者は前から、ね、夢街道、はい、夢街道、ね、はい、夢だったね、はいはい、夢街道はあります、はい、行けば忍者はいらっしゃいます、はいはい、まあ、でもその方々っていうのは職業忍者というか、まあ、もちろんそうですよ、もちろんそうですよ、言い方はないですけど、はい、実はその前つぐまさんの中でもお伝えしたんですけども、はい、本物の忍者が嬉野にいるかもしれないと、まあ、そういう噂レベル、ね、でそれがなんか信憑性を帯びてきるんじゃないかって話まで実はしてたんですけど、はいはい、この度ですね、はい、その調査というのが町を挙げて本格的に進んでおりまして、うん、そこからある一つの結果に至っているらしいと、結果が出たんですか、いうことなんですよ、どういうことなのかということで取材に行ってきました、はいはい、さあ、嬉野忍者物語の始まり始まり、さあ、ということで以前夢街道にやってきました。その本格調査っていうのはね、どれぐらい進んでるんでしょうかね。あれ、あれ、剣さん、今鶴木さんいましたよね。こっちだ。はい、行くの？あの決してコントをやってるわけじゃないです真面目にやってますから、はいはい、ご存知、はい、元祖忍者村、以前夢街道の忍者がこっちこっちっていうので、まあ、導かれるままにですね、中に中にと進みますと、そこにはえ、よく来てくれた。どこまで、つぐまさ殿、よく来てくれた。何事ですか、この芝居の中に、はい、つぐまさ殿にね、会わせたい方がいらっしゃるんで。ああ、そうですか、ぜひ来てください。そんなに、そうそう、急がなくてもよかったんじゃないですか。ちょっと鶴井さん、一刻争う、一刻争う。あ、そうですか、そうそうそう、失礼します。あ、この場所は、ここはあれですよね、いつぞや大社流を教えていただいた。そうです、そうです、あの方なんです。はい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 、うちの元祖忍者村肥前夢街道の専務なんです。あ、専務さん。そうそうそう、なんか急に現実的な話になりましたねちょっといいですか、どうぞどうぞどうぞ。なんかパッと見こう黒ずくめだから、いわゆる忍者系統の方なんですね専務さん、どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。お世話になります。肥前夢街道は九州忍者保存会の総本部事務局となっていて、本格的な忍者調査活動の拠点となっているんですね。本格調査が始まって進んでいるっていうところまでちょっとなんかこう小耳に挟んできたんですよ、はいはいはい、で実際どうなんですか。専務、専務いや、今は実際、まあ、忍者ではなかろうかという方が2名一応見つかってはいるんですけども、専務、せっかく僕はこうやって緊張感を持って喋ってるので、はい、その重要事項をさらっと言うのはやめてもらっていいですか専務、結構緊張するタイプなんでね。そう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 、もうちょっとそこは溜めて溜めて、ね、その前のなんかホップステップジャンプでいきたいところ。あ、なるほど。前回カチカチで取材した時には富士通郡に住んでいた方が忍術を学んだということはお聞きしました。しかし今回新たな資料、蓮池藩日誌に嬉野忍者の秘密が隠されているというのです。いいですね、緊張感が出てきました。緊張感が全部手袋だったね。あー、本当ね、とかくね、源蔵さんそういう上っ面にこだわるタイプだから。田原安左衛門という方がいらっしゃるんですけど、はい、まあ、この年にですね、島原城主の、光力左近、罪あり、はい、国のぞかる、で島原が騒動すると、はい、で、田原安左衛門をして再策となし、動静を探らしむと。でこの再策という言葉がですね、まあ、忍者ということで、この田原安左衛門が、こういう、忍者として、島原に
諜報活動に行ったということが書いてあります。来た来た来たね、ここよ。ちょっとカメラグッて寄って。採策どこにある？採策、採策。採策はですね、ここです。採策としてこの採策が忍者。はい、イクオール忍者。イクオール忍者。来たぜ。来た来た来たぜ。もうちょっとグッと言ってグッと。無茶言わないでくださいこんなちっちゃい文字。グッと。そう、ありがとう。来たぜ。さすが佐賀。来たぜ。蓮池藩に氏に鍋島氏が採策忍者を使っていたという記述があるんですね。はい、つまり佐賀にも忍者がいたんです。はい、前回来た時は。本当にいたかもっていうレベルだったんですけど、もうしっかりとカチカチプレス内つぐませが行くの中でいたっていうのはもう一さっきさらっと言っちゃったんでちょっと言ってもらえませんか。あの田原半左衛門さんは、いたみたいです。痛いって言う。ちょっとちょっとなんかさ、その逃げ場作るみたいな。いたんですね。大した人物いた。鶴木さんが言うとまたそれはそれなんかちょっとね前唾的に聞こえちゃうんですけど、いたんですよね。はいはい、そこまで調査は進みました。本当にいい話聞けました。いや、ありがとうでござる。いたんですね。はい、実は、はい、鶴本殿、はいはい、もう一人会わせたい方がいらっしゃるんで。まだいらっしゃる。はい、あっちでござる。ほら、はい、もう結構僕もうお腹いっぱいですけど。いやまだ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 ある。まだまだあの方です。カメラ向けられた途端笑顔になりましたよ。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめましてですね。はじめまして。はじめまして。中島と申します。はい、よく見てます。あ、テレビで。ありがとうございます。鶴木さんが僕に会わせたい人2人目。うん、その正体は、嬉野温泉観光課中村殿でござる。嬉野温泉？うん。嬉野市役所の嬉野温泉観光課の中村でござる。しっかり入ってますね。そうです、そうです。忍者感が入ってますね。はいはい、どういう、 こう絡みというか関係があるんですか。まあ、私は、はい、うん、先ほど申した通り観光課というところで、はい、嬉野にお客様が来てもらうという役割の仕事をしているんですけど、そこで、忍者という切り口でお客様を呼び込むというところの担当で仕事をさせてもらっています。だからもうそれはもう前から言ってたんですよ僕は。もう本当にですよね。ようやく来てくれたかと。おう、嬉野市は忍者にゆかりのある自治体で作られている日本忍者協議会の会員本腰を入れてます。で、具体的にこうどういう風にとかっていう案とか取り組みがあるんですか。そうですね、協議会としては、はい、まず協議会加盟の自治体が集まって、一箇所に集まってですね、でイベントをやると、はい、日本全国こんな自治体が日本忍者がいるんですよ、うんうんうん、でそれをお客様に対して PR して来てもらうと、うん、それと他には海外の旅行者とかメディアを呼んで、忍者の里を回ってもらうツアーを実施してもらうと。大事ですよね。はい、今そういう風が来てるじゃないですか。日本の中でもそうなんですけども、外国の方々にとって特に今そのインバウンドの中でやっぱ体験型が求められているという中で、この忍者っていうソフトがどれだけ強いか。強いですね。強いですよね。はい、もうベリージャパニーズですから。ベリーベリージャパニーズですよ。神奈川県風魔忍者、長野県真田忍者、滋賀県甲賀忍者、三重県伊賀忍者、そして佐賀県佐賀忍者。来たよ来たよ、来ましたよ。ちなみに今我々がいる場所って以前なかった場所ですよね。そうそうそう。ここ何ですか。ここ専務、専務、専務。急に来た専務が。急に専務が来た。はいはい。田原安左衛門さんの記念碑をうちで作りまして、はいはい、これ一つとってもやっぱり本腰入れてる感というのは伝わりますよね。でこの安左衛門さんの実は松江の方が町内にいらっしゃるんですよ。はぁ、来た来た来た。本当にですか。はい、まだ私もまだお会いしてないんですけど、はい、いらっしゃいますね。はい、いや、もうその方がいらっしゃったら、はい、もう 100%
100% 間違いないですよね。そうですね、はい、はい、立派なお宅ですね。あ、こんにちは。あ、どうも、こんにちは。こんにちは。ブレンドクさんの辻美香です。あ、どうも、すいません。うわー、これが束縛家の家系図です。それで束縛安左衛門の将義重とかと、こういう風な名前になるわけですね。どっかに出してないですか、今まで。いや、出してないと思います。出してない、まあ、今までやっと探して。地上波初ですよ、これ。カチカチプレス、つぐまさが行くないが初出しです。今回はちょっとここまでにしておきましょう。もう我々のコーナー尺ももうだいぶパッツンパッツンなので。第2弾あるね。第2弾やります、やる、絶対やります。羨ましいね。羨ましいね。本物の血筋が。嬉しの忍者物語、来週に続く、乞うご期待。ここまでです、今回は。いや、この続き見たいですよ。一番気になるところ気になりますよね。なんで一番いいところで来週続くの。カフェーズまであって松江の方も出てらして、ね、これ間違いないじゃないですか。本当は、うん、あのそのカフェーズの話もろもろ含めて、うん、今日収めるはずだったんですけど、はいはい、ちょっと思いのほか大きい内容などと、盛りだくさんなんだ。大スクープだ、上層部が、あ、これ来週まで引っ張れるとということで、ここからの話が、はい、実際に、まあ、裏付けといいますかね、うん、重要になってくるわけで、あのちょっとね、大事になってきましたよ。まあ、それにしてもあの剣さん、あのカチカチにもね、はい、何回も出ていただいたんですが、まあ、今忍者が来てるっていうことなんでしょうか。非常に生き生きとした表情でしたね、今回特に。源蔵さん、さっきボソッと言いましたけど、はい、羨ましいと、羨ましい、あの私は職業忍者だと、はいはい、本物の血筋が羨ましいと、そうですね、おっしゃっておりましたけど、本当にあの実際今あの夢街道って忍者不足で、実は全国的にもちょっと話題になっていまして、うん、あのその忍者不足でもってショーとかを回すのも非常に大変な中、うん、こうやって本物の忍者がいるって分かっただけで、それで街が盛り上がって、うん、忍者も来てもらうと、そうか、っていうところの期待値っていうのがやっぱり大きいんですよ。それが、ね、あの来たーにね、はい、繋がってるということですけど、この間ズームしてっていう指示まで出てましたよね。そうなんです。でもまだ次展開があるということですよね。はい、実はその先の取材も今進めておりまして、はい、松江の方に会いました。で、家系図見せていただきました、はい、どこも出してません、うちが先です、はい、そっからさらにですね、うん、いろんな方にお会いして、うん、どん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 話が進んで実証されているということでですね、これは本当に我々嬉野の町が忍者の町になっていく、変わっていくっていう様を、はいはい、うん、見る目撃者、目の当たりにしてる、歴史の転換点に今来てるわけですね。来ていると、どこもやってないですよ。カチカチプレス、菅政が行くがもう一番最初ですから、スクープですね。これはもう、ね、来週以降もどうぞお見逃しのないようにお願いします。以上、菅政が行くでした。